はい、どうも皆さんこんにちは、アンビシャス TV の本山です。今日はですね、こちらメダカさんのお引越しということで、実はですね、こちら2週間ほど前に実はですね、メダカの赤ちゃんが生まれたんですよ。で、卵の段階からちょっとこっちにね、避難をさせて、で、今それから2週間ぐらい経ってると思います。で、この中にですね、3匹ほど本当にちっちゃな赤ちゃんがいるんですね。で、もう2週間経ったから、まあ、中のね、ちょっと水もちょっと汚くなってるし、もうそろそろね、こっちの大きい方にちょっと移してあげたいと思ってるので、今日ですね、やってみたいんですけど、大丈夫ですよね。一応こっちはもう軽き抜きをして、まあ1日ぐらい置いてます。だからまあ水温もね、同じぐらいにはなってると思うので、ただ失敗ができないという失敗ができないというねえ、ちょっとメダカさんの命がかかってるので、慎重にやりたいと思ってます。3匹のメダカさんの命がかかってます。じゃあやりますね。ダバダバダバーって言っちゃうと多分びっくりするから、このまんま沈めていきたいと思います。さあ行きます。ゆっくりで、少しずつ水を入れつつ、まあ多少このね、なんていうのかな、ゴミがふわふわなるのはしょうがないとして、お、いったいった、お、いったぞ、1、2匹は見えたんだけど、まだ中にいるな。どうするか、よし、行ったかな。ゴミはなるべく、いる？まだいるな、中に。ちょっと万が一のことがあるから、よし、こうしてゆっくりゆっくりゆっくり、大丈夫だよね、大丈夫だよね、よしよしよし、行ったかな、行った？3匹いますか？1、え、え、あ、1、2、え、2匹、あ、いた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 、よし、3匹無事に、3匹無事です。よし、うん、いいと思います。いや、4匹いますね。これ4匹いますね。おお。ひっくり返してよかった。危ない危ない。よし。もうちょっとしたら餌を、もうちょっと大きくなったらね、餌をあげたいと思ってます。お、4匹ともちゃんと泳いでます。大丈夫そうです。これだけ回収しますかね。うん、大丈夫でしょう。ちょっと GoPro で撮影したいな。ねえ、ちょっと GoPro で撮影しますか。反射でね、なかなかちょっと見せづらいですね。でもですね、この中に4匹います。はい、ということで、メダカさんの引っ越しが無事に終わりました。
この水槽でね、ある程度メダカさん大きくなった後に、大人たちが泳いでる水槽の方に入れてあげたいと思ってます。4匹います。よかったです。ちっちゃいですね。ね、かわいいです。はい、ということで今日の動画はここまでです。もしよければチャンネル登録と高評価お願いします。